ホテルセントラ。ちょっとコンビニが遠すぎる。あと、ホスト街が近すぎる。がゆえに、そのホストに通ってるタイプの女の子が多かった。ホテルは良かったが、立地が惜しかったな。駅が遠かった。考えることが多いね。安くて、チェックアウト時間が遅くて、で、駅前ならばいいと思ってたんやけど、ちゃうんやね。さらに、周辺のコンビニですね。ちょっと買い出しの負担がでかかったな。あと、これ、西側緑地公園やっけ？なんか西側ってみんな呼んでるらしい。西ってどっちって思ったけど、ちゃうね。西じゃなくって、固有名詞やね。岡山ね、いいんだけど、惜しいな。もっと頑張れる。行かせてない。地方都市大体そんな感じ。姫路もそうやけど、固定観念なのよね。車いるってみんな思ってしまってんね。のせいで、駅前に住むという選択がない。がゆえに、駅前にマンションではなく、駐車場が建設されまくってしまう。駅前にイオンモールがある。歩いていける。素晴らしい。イオンモール通過して、こっちへ歩いていくと、駅前の繁華街に入っていくっていう形にはなるんやけど、まずこれ、駐車場。で、これ通過して、あれ、駐車場。あれ、駐車場。あれ、駐車場。まだ行くよ。あれ駐車場。はい、ブロック1個過ぎて、これ駐車場、これ駐車場、そしてあっこには立体駐車場で、あの反対側立体駐車場。まだ進んでいきましょう。はい、来たね。アイコス売ってる向こう側駐車場、これ屋根付き駐車場で、ここ駐車場の前の違法駐車で、これまた駐車場全然あるよ。そこにもコインパーキング。何これ、あ、むっちゃ臭い。海から直送や。これも駐車場。はぁ、え、立中やんこれ。えで、ようやく繁華街に入れる。これも駐車場？あ、これは違う。これは普通の会社やけど、その裏側、ここ駐車場。で、ようやく繁華街でキャッチも一応います。ホスト街はもうちょっと遠くにあるっぽい。で、駐車場の規模の割に繁華街はちょろちょろやねんな。岡山、頭おかしいで、これ。駐車場にマンション建てたら、駅周辺むっちゃ発展すんのに、駐車場で駅周辺から人を運び出しまくってるせいで、駅周辺いまいち発展してないっていう。これが70万人規模の街の姿か。ドンキホーテ。一応人いるにはいるんやけどね。なんか車を前提とした街づくりをまず改めるっていうところから始めるべきなんじゃないのかなと各地方に来て思うね。岡山地下街結構発展してる。駅とイオンが地下でつながってる。岡山駅むっちゃでかい。これ全部岡山駅。駅出たところキャッチがいっぱいいる。ちょっと怖いから離れとこ。10時45分、タクシー乗り場並ぶん早っ。どんだけ駅前から人運び出したいのってぐらいに駐車場とあと駐輪場が充実してる。でももう市民レベルで理解してない。車は絶対いるって思ってるから。これまあ、駅前にイオンがあるっていうのは素晴らしいんですけど、このイオンの裏側にも腐るほど駐車場がある。お前らどんだけ駐車場確保すんねん。はいよ、どうも。Lがない。数は上がってるって感じですかね。ちょっと探してみます。ユニクロ最高。今日という今日はですね、香川県までぶっ飛ばしてしまいます。もうね、やっとよ。何が日本一周ツーリングやね。何バイクで大都会走ってんね。何のメリットもないわ。渋滞に巻き込まれて暑いし。おー、ビッグモーター。あー、くそー、合格。渋滞多いし、見どころ少ないし、まあ、あるんやけど見どころ。なんか都会の見どころ探すんでむずいというか、バイクで行くべきところがあんまりないから、なんでバイクで行ってんのっていう疑問は払拭できないよね。でもようやくです。あのね、四国に入ることによって香川県坂出市、そして高松市ですね。今向かってんのがなんか35分で瀬戸大橋とあの廃墟のホテルがよく見えるコントラストが素晴らしいポイントがあるって教えてくれてたから、そこを通過しつつ瀬戸大橋ですね。この素晴らしい天気の中を駆け抜けていきたい。ただね、あのね、俺ね、昨日ね調べててん。四国高松、地獄が始まる場所です。やばいです。高松だけ、あと愛媛かな、それは本州との玄関口やからそうなってるだけで、その後特にね、あのね、左下四万十川があるところとかやばいよ。
道路すらない。俺大丈夫そう？ガソリン入れんの忘れたら終わりそうな場所がずっと続いてるんやけど、マジ四国の左下は秘境です。だから四万十川は日本一の清流って言われてんのよ。そら人住んでないんやから汚れようがないやろ。当たり前の話をすんな。ただまあようやくツーリングらしくなってくるんじゃないんですか。俺もねちょっとね大自然が恋しい。広島行くかどうか迷ってん。でもあれこのままじゃ四国行けないなって。日本の道路静かすぎて感動するな。こういうところが先進国なんやろうね。四国ちょっと難易度高くて、というかまあ足手まとい感があるよね。本州の下っていうアクセスの悪さ、そら発展せんわって話ではあるんやけど、しかも橋3本しかつながってない。それ以外船っていう物流も遮断されてるから、詰めて香川高松愛媛松山ぐらいちゃう。それでもきついと思うけどね。まあちょっと実地調査はしていきたい。ああ岡山イオンからたった20分でこれもん。もうちょっと集約した方がいいね。車を使わないっていうのが本当に重要だな。なんか今さサウジアラビアのさザ・ラインっていう構想があるんやけど、俺はねちょっとそれね感動した。全長200キロ、幅200メートルの居住空間っていうのを国が作ってしまいます。で、そこに900万人を住まわせる予定。つまり、まあ、東京23区のたった 5% の面積に東京23区と同じだけの人を住まわせてしまおうっていう超効率化社会を目指してる思想ではあるんやけど、で今実際にそれが建設が進んでんのよね。でその世界の中には車はないね。道路もない。あるのは歩道と電車だけ。それねマジ合理的。これだけみんなが一人を運ぶためにこの1トン2トンの巨体の車でガソリンを使って移動する非効率な社会を良しとしている現状、そこはねもうちょっと疑問持った方がいい。これもそうやけどね。だからその意味ではバイクというか原付的な乗り物っていうのは割と理にはかなってんのよ。バイクはこれでも220キロでしょ。原付とかであれば80キロで済んでしまうから、まだ効率的というか社会には優しいけど、まあそれでもやっぱり道路を走って移動するっていうこのなんかね無駄な時間コスト、そしてそのために道路を作り道路を整備しっていう、そういう社会はそろそろ卒業した方がいいのかもね。日本走ってるとこの走ってる工程無駄やなって思うから、これもっと集約できないのかなっていう疑問は湧くよね。車を前提としているからそこで止まっちゃうんよ。延命治療をしてしまう。車があるから生活できる、車があれば生活できる、車がないと生活できないを良しとしてる。無意識的にない方がいいね。ないに越したことはない。車は無駄の極み。おもちゃ王国、おもちゃ王国、ここにあるんや。なんなんおもちゃ王国って。大人も行っていいの？猫余裕やな。マジか。犬派やねんな俺。こういう時猫派ならなって思うな。あ一応ちょっと見てみるけど。おっす、ちょっと来い、ここ来い、すぐ来い。よし、そっちから来い。草とかあげるか。キャットフードっぽい。よし、これを食べ、これをお食べ。お近寄る。あ、やっぱ興味津々か。ほら、お食べ。もうちょっと詰めれる？どうぞ。あ、やっぱ犬派かな。おじがたけ散策コース。おじがたけパークセンター。天空の風に吹かれて体感する眺望、思わず時を忘れ新鮮な感動をあなたへ。まあそれはこっちが決めるけど。そんなすごいってこと？そのためだけにあれだけの車が出入りしてるの？ここ、変な場所や。猫が多い。むちゃむちゃ人とすれ違う。むちゃむちゃ人とすれ違う。なんやここ、そんなすごいの？ニコニコ岩、やたら若者が多い。岡山から来る定番のデートスポットやね。はい、多分これおじが丘パークセンター。いいじゃん。さて、風吹きすさぶ眺望と感動をあなたへ。これが眺望で、あれが瀬戸大橋か。なんでこんな猫多い？もう全然近寄れる。いける？おお、いけるタイプ。君筋がいいね。もう近い近い、すごい近い。飲まれるとこやった。誰かが餌付けしとんな。野良猫だらけやんけ。保健所は何をやってんねん。ここ下クモの巣ある？あるやん。もうやって。あれやな、ニコニコ岩。普通に危ないな。名称変えた方がいいと思うで。ちびっこが集まってくるぞ。自殺の名所やろどう見ても。帰ろう。だいたい想像ついた。こんなに人が来るほどのクオリティはない。
おい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 、左車線やろ、アメリカかボケ。あ、そうで香川行きます。ありがとうございました。いやー、温存していきたい。